皆さんおはようございます。180日であなたの会社お店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは人間にしかできないことというテーマでお届けいたします。私はですね、1年ほど前から給食弁当を配達してもらっています。土曜日曜祝日を除くですね、月曜日から金曜日までの毎日配達をしてもらってますね。私がですね、取ってるこのお弁当なんですけども、ご飯はなくておかずだけなんですね。おかずが9品入っていまして、まあおかずの種類が多い分だけ通常のお弁当よりも多少値段は高めなんですけども、まあなかなか美味しくいただいております。このお弁当をですね、製造販売しているのは、某大手外食チェーンのですね、グループ会社なんですね。さて、この宅配お弁当、私は1年前から通ってるんですけども、毎日配達してくれるですね、担当者の方がもう決まってるんですね。毎日同じ人が配達しに来ます。まず最初の方なんですね。1年前に初めてこのお弁当を頼んだ時に来た女性なんですけども、30歳ぐらいの方で、まあ、とても明るくて元気よくて気さくな方でした。この方はですね、1ヶ月ほどでお辞めになったんですね。家庭の事情とかおっしゃっておりました。そして次の担当の方は男性の方、まあ、年配の男性の方で、まあ、非常に落ち着いた感じの方だったんですけども、この方は3ヶ月か4ヶ月程度で辞めました。何でも条件の良い職場が見つかったので、そちらの方に転職するということだったんですね。そして今は40歳ぐらいのですね、女性の方です。まあ、この方もやはり明るくて元気が良くて、好感の持てる方でしたね。で、支払いはですね、1ヶ月に1回なんですけども、この請求書はですね、手書きなんですね。しかも、事務的な請求書ではなくて、その担当の方が直筆で手書きで書いた手紙風の請求書なんですね。またですね、手書きの残暑見舞いもいただいたことがあります。とても社員教育が行き届いておって、人気と柄の良い人を採用しているという印象を私はずっと持ってたんですね。ところが先日この3人目の担当者の方も家庭の事情でお辞めになりました。わずか1年で3人もの担当者の方が辞めたのはとても私は気がかりなんですね。経営の視点で考えれば、社員の定着率が悪いということになります。ただし、定着率が高ければいいのかといえば、一概にそうとは言えないんですね。高度成長期とかバブル期のように右肩上がりの経済、いわゆる業績がどん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 伸びていれば、定着率が高くてもですね、新しい社員をどん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 入れることができました。しかし今はもうそのような時代じゃないんですね。どちらかというと右肩盛りの経済になってます。なかなかですね、新しい社員さんをどんどん採用するというわけにはいかないと思います。さて、今日のですね、本物の商売を目指すポイントです。つまり今業績が伸びない時代ですから、社員の定着率が高いとですね、なかなか新しい社員を入れることができない、採用できない。結果、社員の高齢化が進んで、新陳代謝が悪くなる。さらに、組織が硬直化すると。で、経営者としてはですね、このバランスが非常に難しい。つまり、社員の定着率と、新入社員を入れる、入れないっていう、このね、バランスが非常に難しいところなんですね。さて、会社を辞める理由なんですけども、表向き、まあね、辞表とかには一身上の都合とか家庭の事情でというふうにね、書きます。しかし、全てが全てね、家庭の事情ってわけではなくて、それは待遇面だったりとか人間関係だったりとか健康面だったり、まあ本当に家庭の事情ってこともあるでしょう。まあこんなものが代表的なものだと思います。先日ですね、新潟県新発田市の月岡温泉というところがありますけども、そこのホテル政府園の樋口清会長の話をお聞きする機会がありました。ですね、新潟市のバンダイシルバーホテルで講演会があったんです。樋口社長は驚くことに80歳。でね、すごく元気。そして姿勢が抜群にいいですね。背筋をピッと伸ばしててね、若い人よりもおそらく姿勢がいいんじゃないかと。
で、声も張りがありました。で、この樋口会長なんですけども、47歳までは学校の先生をしてたというね、ちょっと変わった経歴の持ち主なんですね。そして話を講演で聞くとですね、ホテルとか旅館業界は新卒採用が難しいと。そして社員の定着率もなかなか上がらないんだよということをおっしゃってました。この樋口会長もかつてやっとの思いで新卒の社員を4人採用したそうです。しかし、すぐに4人とも辞めたんですね。その原因はやっぱり上司との人間関係だったそうです。その他ですね、このホテル業界、旅館業界っていうのは仲居さんをやっていれば、宴会になると男性のお客様は狼に変貌します。で、相手は酔っ払いですからね。中井さんは声をかけられたりとか、お尻を触られたりとか、あとで部屋にいてくれとか、いろんなことを言われるそうなんですね。若い人はたまったもんじゃないですよね。そこで、木口会長はですね、お尻を触られても、声をかけられても、ニコニコとしている術、切り返す術も教えてるということなんです。また、ホテルとか旅館に就職をしたいっていうとですね、その新卒者の両親が反対するケースも多々あるんだそうですね。そんなこともあってなかなか採用が難しい、そしてなおかつ定着率も悪いっていうですね、この二重苦なんです。そんなこともあって樋口会長はとにかく人材の育成に力を注いでいます。介護とか看護する気持ち、つまりナースの気持ちを持っていないとなかなかホテル業界、旅館業界の中井さんは務まらないということなんですね。今後もますます IT 化は進むでしょう。単なる作業としての仕事はコンピューターとかマシンにとって変わられます。そして人間にしかできない仕事が今注目され始めています。コンピューターはデータの集計や分析はできます。しかしその結果をもとに仮説を立てることは無理です。コンピューターは相手の言葉を認識することはできます。しかし、相手の顔を見て健康状態や心を読むことはできません。突き詰めると人間にしかできない仕事とは、0と1、0と1を認識することではなく、0と1の間にある微妙なものを感じ取って、そしてそこから何かを作り上げていくこと。その0と1の間に位置するものが気配りだったり、気遣いだったり、思いやりだったりする。仕事のスキルとかテクニックはとても大切です。しかしそれだけではなく、気配り、気遣い、思いやりをプラスすること。そしてそうすることによって、初めて人間らしい仕事につながります。スキルやテクニックだけはダメなんです。気配り、気遣い、思いやりだけでもダメです。あくまでもスキルやテクニックと気配り、気遣い、思いやりを合体させてこそ人間らしい仕事につながるということです。それがですね、ホスピタリティであり、樋口会長のおっしゃる介護や看護する気持ちなのかもしれないと思いました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。